おはようございます、最近気づいたことがあります。それは、豚ここにいるんですけど、掃除をしていると豚が鳴くのをやめるっていうのをね気づきました。っていうのも、最近は義理の父が餌のね豚に与える餌のコントロールをしていて、自分は、豚小屋のお掃除だったりとか、あとは、こっちの鶏が、600、700羽ぐらいいるんですが、そっちのお世話をしたりしています。なのでたまに、朝自分が早く着いたり、豚小屋に早く着いたりすると餌を、くれって餌をちょうだいっていう感じで豚が鳴き始めるんですね。ただ、自分がね、掃除し始めると落ち着きます。逆に、水浴びとか、あとはただ突っ立ってるだけとかだともうずっと延々鳴き続けます。はい。なので、今からね、まだ餌食べていない豚がいるので、掃除してね落ち着くかどうか、見てみたいと思います。それではどうぞ。はい、今は全く鳴いている様子はないですね。それでは、向かいます。よいしょよいしょ。自分の姿をね気配を感じたら多分鳴き始めると思います。はい、こうやって水を補充したりするだけだと鳴き続けます。はい、掃除をしている時ちょっとは、おとなしくなった、ちょっとは落ち着いたかなという感じでしたね。ただ、まあ鳴いている豚もいました。はい。まあ、ただね、これ掃除をせずにずっとね、その辺うろちょろしているだけだと、もうすごい大声で鳴き始めます。はい、ということで、掃除しているときはね、落ち着いてくれるということでした。はい、小豚大きくなってきました。まだ、お母さんのお乳はねすごい張っています。ただしぼんでいるところもありますね。この枠広いのでもしかしたら出れちゃうかもしれないですね。はい。小豚は毎日こんな感じです。とりあえずどこかの上に上がりたいのかな。はい。